ルータピーノスカイパーフェクトラジオ、こんばんは。スカパーの川原崎です。岡村です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、間もなくね、グゼツバキファクトリーの最新回が放送されますね。皆さんね、予告編だけ見てる状態ってことですね、うん、じゃあ、はい、これもね、岡村 D の担当回ですね。これは、はい、もう、はい、本心の即興シリアスドラマ回、はい、即興シリアスドラマ対決ですね。そうそうそう、もともとね、なんかツバキファクトリーさんがシリアスドイベント、うん、ってやられてたっていう話。そうそうそう、なんかちゃんと、うん、あの本もあって、はい、それを演じるっていうイベントね、 CD 結構リリースされるたびにやってたっていうところなんで、うん、そうですね。まあまあ今回別にね、作家さんとかいないですけど、そうですね、皆さんで作って なんで即興ってことなんですけど、はい、はい、なんで3、40分ぐらいの、30分かの制限時間でね、そうですね、作っていただいて、ね、でちょっと打ち合わせもしてもらって、してもらって、稽古もしてもらって、はい、で臨んでいただくと、はい、でチームもね、その場で決めていただいて、そうです、ね、ドラフトもね、はいはいはい、チーム決めドラフトもして してっていうのでね、はい、すごいね、見どころたっぷりな回になってますので、ぜひご覧ください。終わるかこれ、え今その終わりに向かってトークその今何かが収束していってた、その喋り方やったんですけど、大丈夫ですか。この回の話しなくていいってことですか。この回の即興シリアスドラマ回、まあ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 、ね、まあ、とりあえず見てほしいよね。まあそうですね、だからまあいつもたまにやってますけど、うん、ネタバレにならない程度に、はいはいはい、なんかちょっとこぼせる話とかがあれば、あ、確かに、ね、ちょっとやっていきたいなと思うんですけどね。まあなんかもともとは即興ドラマとかをやってた時に、はいはいはい、2回ぐらい2、3回やったんだけど、2回か過去やってるんですよね。そう、やった時に、うん、生放送の時かな、5月1日か2月22日やってましたね、の生放送の、はい、2月22日の方ですね、はい、の生放送の時に、終わった後に、岸本さんかな、はい、かが、その今度は打ち合わせありでやりたいですみたいなことをおっしゃってたよね。なるほど、もうすごいぶっつけ本番感、そうそうそう、だけの感じじゃなくてってことですね、うん、今度はちゃんと打ち合わせも決めてね、っていうので、うん、あ、じゃあやりたいんだったらやりましょ う, っていう、まあ、まあそういうコンセプトの番組ですからね。そうそうそう、本当にそういうコンセプト、メンバーがやりたいって言ったことをやるっていう、はい、やる番組なんでね、基本はね。そうそうそう、だからもうメンバーさんがね、やりたいって言われたら、やりたいって言ったら、もう基本的にはそれを叶えられる範囲でね、うん、叶えていきますから。そうですね、うん、グアムに行きたいって言ったらね、うん、グアムにね、うん、行くかもしれないですけどね。いやグアムかどうか分かんないですけどね、うん、日本のグアムと言われる場所に行く可能性はあるってことですよね。そうね、だからハワイ行きたいって言ったら、うん、まあ福島にね、はい、ハワイアンズね、そうハワイアンズに行く可能性はありますよね。可能性もありますし、まあ、とにかくいろいろね、発信してもらいたい、ね、まあ、何かしら叶えられる形で叶えようっていうね、そうそうそう、はい、っていうのもあるんでね、はい、ぜひぜひね、そういうところはやっていきたいなっていうので、うん、まあ、それが発端となって、まあ、生まれた企画ではあるってことですよね、はい、感じですけど、えー、ドラフトとかもね、うん、なんか割と新鮮で面白かったですね。そうですね、うん、まあ、これはちょっとやりたかったんですよね、うん、僕が単純に僕が的外れなことを言ってるなと思ったら止めてほしいんですけど、うん、やっぱりこうメンバー間って仲間でもあり、うん、やっぱりライバルでもあるわけじゃないですか、うん、なんかで誰かが選ばれたり選ばれなかったりって、うん、ちょっとなんかそういうとこでなんていうのかな、こう感情でちょっとぐちゃっとするじゃないですか。確かにね、なんかそういうのっていいなって思ってて、はいはいはい、あくまで企画なんでね、別に楽しんでやればいいんですけど、うんうんうん、なんかそういうその選ばれる選ばれないっていう、はいはい、ののまあプロレスに行く子もいれば、はいはい、なんかそれを本当にね、選ばれたい子もいるしっていう、確かに確かに、このなんかこうスタンスが分かれる感じがあったらいいなと思って。確かにね、はい、それはあるかもしれないですね。こういう企画に、あ、まあ、こういうドラフトにしたんですけど、はいはい、なんかまあ本当に結果的にはね、なんかみんなすごいなんか楽しそうに確かにやってくれたなって感じはありましたね。うん、いや良かったですよ。はい、本当に本当に。前回が割とこう言葉選ばず言うと結構、はいはい、これ緩めの回だったんでね。まああれですよね、あの川口湖ライブで使う、そう使うというか配布するボディペイントシールの、ね、デザインを考える、デザイン考えるのと北海道オフショットをね、そうそうそう、カニのやつ、そう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 、だからカニもね、あの皆様 の,、あのちょっと100件はいかなかったですけど、まあ、もちろんいかなかったですけど、ね、結構ご要望いただいたんでね、もうちゃんとね、ちゃんと入れさせていただきましたんで、ちゃんとこの YouTube での意見が番組どうですか、反映されてるという、皆さん反映されるんですよ。やっぱりこう距離の近い時代ですから、そうそう、コメントした方がいいですよ、確かにこうね、やっぱり
応援するならちゃんとした方がいいし、そう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 、なんかあるなら言った方がいいしっていう時代ではありますからね。そうそうそう、うん、でも、やっぱり番組としては、うん、まあ今回のがやっぱりおもろいから、まあそうですね、企画としては面白いと思うんで、うん、ぜひね見てほしいなと思いますね。そのロケとかもちろんいいよ、オフショットとかももちろんいいけど、でもこれがね、うん、そのいくつばのおもろさやっていうのをね、うん、確かに確かに見てほしいなっていうのは ね、 そうそうそう思いますね、僕はね。はい、こう一生懸命やっていただいてますからね。そう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 、これがやっぱこれぞいくつばっていうのね。なるほど、そうそうそう、まあ確かにね、やっぱMC 進行すべてメンバーがいるという超マッスルな番組ですから、マッソー番組やからね、そうマッソープログラムですね。そうそう、でなんかそれをあえてやってますからね、あえてやってるんでね、そういう楽しみ方をしてほしいですね。そう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 、うん、でしていただけるとね、ぜひぜひね、はい、ちょっとねしていただけると嬉しいなというふうに、まあ、特にシリア今回だからその即興シリアスドラマなんでね、うん、なんかこうシリアスな要素を入れなきゃいけないっていう、そこもねとこも結構いいエッセンスになってた気がしますけどね、皆さんのね解釈のね、うん、仕方とかもね、確かにいろいろ見れるんで、やっぱりそうですね、やっぱこういいものってのはやっぱ解釈の多様性ありますから、ね、そう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 っていうので、あれこれこんなこと言っててみたいな、そうこれこういう意味かとかって勝手に考えるのは自由ですからね。ぜひぜひね皆さんもねいろんな感じで見てほしいなっていうのと、うん、ですよ、もうすぐねでも河口湖ライブも控えてるね、いよいよね、いよいよあれですよ、楽しみですね本当に。だから、ね、無料抽選会もね、いくつばブースも、そうだそうだ、それこそねこの間のこの間っつったらややこしくなりますけど、はい、そのこの北海道のオフショットがあった回の放送で、はいはい、あのね抽選とかプレゼントの配布方法とかもはい、はい、ちょっと軽く発表させていただいてね、させていただきましたけどね、なんか、はいはい、結構嬉しいっていうね、ありがたいお声もあったりとか、はいはいはい、あったり、うん、あったりなかったりですいやいや、なかったことないじゃないですか、まあ、だってぶっちゃけね、えだってはっきり言って、うん、僕が最初に抱いた感想ですけど、うん、あこれ販売じゃないんだってわざありましたから、あまあそもそもそこはねちょっと、うん、そのいろんな都合があって、はい、できなかったっていうのが、あ、まあ、だから正直なところですけど、そのグッズとして販売ではなくて、そう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 、しかも、まあね、まあ無料じゃないですか。そうそうそう。それに加えてそのなんていうかバラ売りじゃなくて、はいはい、あの全員のやつが1枚のシートになってるっていう、あ、そう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 です、そうです、なんか僕はそのやり方が素敵やなと思いましたね。あ、そうですね、シンプルに、確かに確かに、うん、だって他のね推しのもしもらえなかった人がいたとしても、うん、友達とかなんか開けてあげたらいいじゃないですか、はいはいはい、この推しが被ってなければ、確かに確かに、なんかそういう使い方もなんかすごい優しい、ね、そう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 、ことがこの現場で起こればいいなと僕は思ってるんで、あ、なるほど、そういう考え方でしたけど、ね、あ、なるほどね、うん、でもまあ、うん、結構よく見たのは、はい、その先着なんてひどいみたいな、ええちょっとびっくりしてもって俺はそれ、嘘、なんかちょっと毒吐くことになるかなこれ、いやいやいや、そのちょっとポイズンは弱めでお願いしたいんですけど、言いたいことも言えない、うん、こんな世の中なんでね、ちょっとこれさ立場もありますからね、じゃあだらだーやな、そうですね、ちょっと今ちょっとベースが流れてると思ってます、流れてる、ひどいってのはどういう、いやなんか結構あったよ、なんかあ、そんなありましたっけ、その僕あんまそこまでエゴサちゃんとしてない、あ、ほんまに、はい、なんか無料配布、はいはい、しますって言ってた、しますってから、はい、もうほんまにもうこんなん言うのあれやけどさ、はい、その無料で配るというところに結構あの調整というか努力をしたわけですよ僕は、まあそうですよね、だってポシャル可能性もあったわけですからね、そう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 、うん、でなんとか作れるようにして、うん、ほんまにあのギリギリ予算、はい、ギリギリまでそうですねの配布枚数も用意して、うん、そうですね、でなんか会議でそんなことありましたね、その話でなんとか、はい、あの無料で配れるようにしたわけですよね、うん、まあまあそうですね、そうそうそう、そう、そういう経緯だそうは僕は見てた範囲でそんな感じでしたよ、はい、でまあいろいろ調整があって、うん、抽選会の景品に、うんはいはい、だ全員に配ることができないから、まあね、それやっぱ無限にそうそのなんていうか大量に余らす量を作るってのはあんま現実的じゃないですか、そう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 、予算があるから、そう、そもそもだから作ってる分は赤字ですから、うん、まあまあそうですよね、そうで別に回収がないわけじゃないですか、売ってるわけじゃないから、そうですね、そう、それで、うん、でもやっぱ何かしらでこう制限しないといけないから、うん、あとグッズ買った人、まあまあまあね、っていうのにつけさせてもらうっていうのにしたんですけど、うん、はいはいはい、まあ、先着っていう言い方が良くなかったんかな、あ、なんかひどいみたいな、先着でもしかもらえないなんて、そういう意味のひどいってことか、そうそうそう、もらえない人がいるなんて、で私がもらえないかもしれないなんてありえないっていうみたいなこと、そうそう、だから数量限定ですって言えばよかったですかね、なんかなかもしれんね、もちろん、でもグッズとかもさ結局数量限定で先着やったりするやんか、うん、
買わないもん。売り切れとかもあるわけやんか。だってよくありますけどね。ライブ会場行って物販行ったら売り切れてるとか。そうありますけどね。なんか本当に試供品もらえへんかった人みたいな。ああ、だからその応募者というか応募者全員プレゼントじゃないですか。はいはいはい。あのコロコロコミックのまあ確かにね。あのトライダーかゴールドみたいな、うん。ちょっと立ち止まって。うん。まあ考えればまあまあ普通の物販と同じか、うん、まあグッズでもそうやんな売り切れることあるもんなくらいのまあ発想だしただでもらえるっていうところの喜びよりも、なるほど、あのもらえない可能性があるっていう、だから無料っていうことでもらえる人ともらえない人がいる、これは差別だみたいなことにやっぱ段差がつくことに、そうっていうのがちょっとカルチャーショックでしたね僕は。あ、そういう風に捉えられる、捉えられてしまう。だからこっちだからもうね、あんま言いたくないけど、うん、めちゃくちゃいろいろ調整して無料にできた、はいはいはい、これでなんとか配れる、喜んでもらえるかなっていう、もらえるかなって思ったものが、うん、その無料っていうことで、いや全員もらえて当然でしょっていう風に捉える人が結構多いなっていう、まあ、確かにね、ところで、あ、すごい思うことがねありました。だから、まあ、最近は心動きました、ね。心動く未来へです。あ、すごい、何だっけ、スカパーの上のね、スカパーの上の標語みたいな、標語みたいなやつ本当にちょっと確かにね、まあ、だからまあまあでもなんていうのかな、まあ僕はまあ経緯を見てる限りね、うん、だってなんかこういうの作ったら喜んでもらえるんじゃないかみたいな話から始まり、そうね、まあね、ちょっとその先の販売できないとかっていうもろもろのこうやっぱこうね、どうしてもこう事情があって、はいはい、まあ一回ねポシャリかけてもいたけど、うん、まあなんとかそのちょっとこういうのを実現させたいというので番組の企画にもしたりとか、はいはい、っていうちょっとまあこう陰ながらこうね、そのまあ皆さんね思うような形じゃなかったって思われた方もいるかもしれないですけど、はいはい、こうただでも一人でも多くの人を喜んでもらいたいと思って動いた人たちがたくさんいるので、そこだけはなんていうかな、想像力を働かしてちょっと例えば僕が最初に言ったように、うん、自分がもしもらえなかったんだったら、うん、本当に申し訳ないですよ、うん、けどなんかちょっと推しの被ってない人とちょっと分け分けしてあげるとか、はいはいはい、なんかそういうその要はボディペイントシールっていう品なんで、今回やっぱりライブにつけてね、つけるもんですから、はいはい、全部貼ることがないと思うんでね、確かに、ね、まあ、12枚貼ってもいいですけど24枚なんなり、確かに、やっぱ被ってない人にちょっともしそこもし会場でもしなんていうのかな、この人のシール欲しいけどなっていうような顔してる人がいらっしゃったら、はいはい、ちょっとなんかこうそこをせっかく同じねアイドルグループ応援してる仲間だと思って、なんかもしそういう人がいらっしゃったらちょっとこうそういう優しいこともしてもいいんじゃないかなっていうふうに僕は単純に思いました。なるほど、はい、なるほどね、はい、僕だけのあくまで個人的な、まあそれでも岡村だけやな。その申し訳ないけど岡村だけや。なんなんですか。なんですか。どういう意味ですか。ごめん。ちょっとどうフォローしていいか分からへんかったから。ちょっとなんかどうフォローしていいか分からへんかったから、ちょっと久々に落とす笑いをしてみました。びっくりした。ちょっと急になんか川野崎さんあんまそういうのせえへんから、そう急にほんまに落ちましたね今。あ、ごめんなさい、ちょっと自分でも反省です。今のは気づいたらこう地面に潜んでましたけど、はい、その僕は人をこう落としたりするので笑いを取ったりっていうのはもう二度とするかっていうのをここで決めて、そうですよね、こういうね、はい、お願いしますよ、やってますから。もうそういう時代でもないですからね。そう、もう時代はね、はい、人を傷つけない笑い、傷つけない笑い笑って思ってるけどやってるみたいなんで、それもちろんね、それは、ね、まあまあそれ、まあまあそうですよ、明らかに悪意を持って人を傷つけるのは別に笑いじゃなくてもダメですからね。そうそう、はい、ですから、ね、はい、それはそうです。っていう意味で、はい、ちょっと傷ついちゃったなーっていう、うん、あ、まあそういう方ね、そうね、僕はね、その意見を見てね、まあ確かに、ね、僕が傷ついてるよっていう、あ、原田さんが傷ついたもんね。そうこれ笑いでもなんでもなく、笑いでもなんでもなく、シンプルにちょっと傷ついちゃったっていう話も、だから何とも言うよりそうですよ。いや、まあでも、うん、そういう事情があるんでね。ね、うん、楽しい抽選会にしたいなと思ってますんで。あれ抽選会の会場とかブース、まさに会場前にあると思うんですけど、はいはい、そこ原さんいるじゃないですか。はいはい、役割としてあれなんですか。そのガラガラ回してもらうとかの案内とかもやってるんですか。ただなんかその職員さんみたいな。一応ね、なんかそのこうスタッフにはいくつば T シャツとかを着てもらって分かりやすいようにしてご案内しようと思ってますけど、僕もご案内することもありますし、カラカラカラのベル鳴らさないですか、カラダイさんが。じゃあ鳴らしましょう。おめでとうございますは一等賞ですけどね、はいはい、確かに一等賞の方とかいらっしゃいますし、ね、確かに何か一等の時だけ鳴らすことにしようか。あれ、どっちの方がテンション上がるんですかね、会場の客目線、あ、なんか当たってる人おるって。
そう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 ね、仲間がいいのか、それか全員に鳴らすかですよね。ああ三刀ですっていうボケをずっとやるか。いや途中クレーム来そうやなそれ。ベルは平等に鳴らし上げましたって。確かに確かに、ね、鳴らすは無料ですからね。鳴らすは無料ですよ、はい、それは予算とかないですから、はいはい、ですし、はい、くじはね、うん、くじ引きは、はい、くじガラガラか、ガラガラは無料で引けますよね。本当ですよ、はい、ね、加入されている証拠を見せれば2回引けますから、引けますから、ね、はい、もしそれでまあ数量限定なんでね、そうそうそう、シートとか、はい、もし2枚当たっちゃった人とかは本当になんか、はい、優しいことしてあげてください周りに、もしね、あとね、やっぱね、そんな人いないと思いますよ、はい、いないと思いますけど、こうね、うん、2回ね並んでね、あっていうのだけはちょっとね、これはちょっとね、ちょっとね、ちょっとちょっと時と TPO を考えてね。そうそうそう。やっぱ今日のラジオを総じて言うと、やっぱ僕らはやっぱ人の善意を信じすぎて気づくこと多いんで、ああ確かにね。確かに、どうしますか、これ明らかにさっき並んでたかった人がもう一回来たなった時に、もう一回来たなっていう、やっぱね、うん、怖い顔できないじゃないですか。いや、そうだよね。もう一回さっきやってましたよねって。いやいや、やってないよ。俺やってないよ。いや、引かしよ。いいでしょ、これ。いや、初めて来たんだからさ。あ、じゃあもう、そういう人が来たら、もう、はい、もう全員になんか光当てたら、こう、浮き出てくるスタンプ押さなあかんのがあるから。ブラックライト。ブラックライトの。クラブとかそうそうそう。そう、クラブの再入場で使うみたいなやつ。ね、ちょっと見てね。そうそうそう。いや、そうですね。本当に、もうそこはもう皆さんの両親。いや、もちろんそのね、できる範囲の管理はしますけれども。けども。やっぱみんな仲間なだって意識でね。そうそうそう。本当に、ね。もう皆さんの両親だけを頼りにね、うん、こちらもね。本当ですよ。なんかいい空気にしましょう。そう、限られた予算でね。うん、この、なんとか、こう、人盛り上げね、させていただきたいなと思ってますんで。そうそうと、でもあれですもんね。その当日、いや、僕らも入ってるじゃないですか。はいはいはい、現場に。だから、はいはい、YouTube も撮るじゃないですか、軽崎さん。撮ります。もうね、YouTube ね、うん、撮る許可も取りましたので。はい、もうちゃんとそこ、はい、事前の、あれが済んでるんで、はい、地鳴らし済んでるんで。地鳴らしはもうね。この会場、思ったよりも会場のすぐ前なんで、確かに。そこで YouTube 撮ってると思うんですけど。すごい、結構ね、コンパクトなね、はい、広場でやらせていただくんで。別にね、皆さん、その、うん、なんか、思いっきりカメラ向けて画面映すしないですけど、うん、一応そこだけちょっと確かに。お探せしますっていうことだけ。確かに確かに。軽崎さんを撮ってるだけなんで。確かに。はい、確かにね。なんか、ですし、それを打った上で、カメラが回ってる可能性があるので、うん、もうそこで、おい、このもんお前、なんとかじゃないかみたいな、お目合いなんて見たくないので。うん、あ、確かにね。みんな優しい気持ちでね。そう。もう優しい気持ちさえあればね、もういいですよ。そうなんですよ。本当に。やっぱり世界を救うのは。あ、でもね、本当、椿のファンの皆さん、そんな人たちじゃないから。ほんま、僕はそう思いますけどね。そう、もう優しさの塊。うん、もう愛の塊ですよ。あ、出た。うん。キンキキッズ。ね、名曲。うん、そう。いやでも軽崎さんの、うん、お知り合いの、ね、同じアイドルオタクの、はいはい、知り合いとほんま優しい人しかいないですからね。あ、まあ確かにね。ほんまに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 ね。そう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 。ええ人らしかおらんから。確かに確かに。だからまあそういう人らなんだろうなと思って僕も、はい、楽しみにはしてますので。本当にね、皆さんにお会いできることを、そうですね。はい、楽しみにしておりますので。ぜひぜひ、いくつばもね、8月。そうですね。22に見て、うん、気持ちもテンション上げて、確かに、ね、あ、そうだ、あれ言ってなかった、なんですか、そうだ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 、ですね、ええ、なんと、はい、今回8月22に、うん、その即興シリアスドラマで優勝したチームが、うん、なんと8月25日の、うん、まあ、前日からもやあんねんけど、うん、川口湖駅の駅名看板に、うん、はいはいはい、その写真が、そうですね、掲出されますんで、一応その優勝の特典でって番組で言ったんですけど、はい、その実物とか、はい、もちろん納期とかがあるんで、はいはい、実物の写真とかは出せてないんですけど、はいはい、番組内ではね、はいはい、当日あるんでね、あるんで、川口湖駅にぜひぜひ優勝したチームの、優勝したチームの、はい、だから駅名看板にもね、はい、ぜひ注目していただいて、 それは電車降りてすぐなんで、すぐなんでね、ちょっとなんか写真撮ってみたりとか、はい、いいんじゃないですか、はい、あと運が良かったら、はい、運が良かったらですね、シャトルバス、あ、駅から会場までシャトルバスが出てると思うんですけど、はい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 、シャトルバスも行くぜ椿ファクトリー仕様になっておりますので、なんかイメージ図だけ見たな、あれ、ぜひぜひそちらもはいはいはい、確かに乗って、はい、乗るなりなんか撮るなり、はい、乗るなり撮るなり、はいはいはい、見るなり焼くなりみたいな、はい、そうですね、していただきたいところ、ね、していただきたいと思いますので、はい、そちらもね、ぜひぜひ、そのねバス自体はね、うん、もし川口湖近辺に住んでるよっていう方がいたらね
右行けますよね。もうすでに走ってますんで。シャトルしてますからね。はい。確かに。なんでね。あ、本当だ。そうそう。こんな走ってるわって。はい。見に行ける可能性もあるし。そう。普段はだからそのシャトルバスはその路線バスとして使われてるみたいですからね。あ、そうかそう。普通に運行されてる。そうそう。普通に運行されてるのね。あ、ちょっと思い出した。うん。コメントで質問来てましたけど、はい、フォトパネル？フォトパネル、はいはい。あれ等身大ですかって質問が来てたんですけど。あ、ほぼ等身大ですよ、ね。ほぼ等身大だと思います。結構でかい。そう。2メーターぐらいの高さがある。なんか、なんで一応実、ほぼ等身大だと思います。正確に等身大になるようには、ちょっと。ミリ単位での調整はしてないですね。してないですけど、ほぼ等身大で、はい。もしかしたらそれよりちょっとでかいぐらいになるかなっていう感じですかね。だから結構大きな。結構大きなサイズのパネルが。どこに置かれるんですかね。いやほんまよ。あのスペースというか。そう。だから俺ちょっと。芝生広場の方に置いた方がいいんじゃないかっていうくらいの。確かに。あのね、変なアスレチックの横に置いた方がいいんちゃって。あのダリが描いたジャングルジムみたいな、その雰囲気のグニャグニャのジャングルジムに置いた方がいいんじゃないかなという感じですけれども、まあでもでも、ね、富士山よりは大きくないんでね。すごい、何この反応、何そのフォロー、誰の何を救おうとしてたかわけわからない何その富士山よりはのやつ、びっくりした。富士山よりは小さいかなその人間の歴史なんて宇宙から見ればみたいですねなるほどね。なんでね、ぜひぜひ、楽しみに。写真だけでもね、撮りに来てくださいと。結構写真撮るスポット、はい、このままいろんなものが会場前に出てくれば、はい、結構ありますよ、ね。あります。もう本当になんか、やっぱりウキウキ。うん。本当に。もうどんな感じなのかすごい楽しみです。もう本当に、うん。してください。本当ですよ。はい。くれぐれもね、ブースのところで揉めるんだけど、本当に。揉めへんって。まあまあね、これは揉めるぞみたいなことも書いてあったから不安になってきてるね、俺らもね。これやばいじゃんみたいな。そう当日そう。でもそんなことないと信じてますんで。だっていくつ間に文句があった場合、はい、その責任者目の前におんねんから言ってもらうから。そうあんまりね、ちょっとね、はい、僕もね傷つきやすい。そうガラスのハートなんで。やっぱ本当スカパーのガラスのエースなんでね。そう本当にね本当に、ちょっとやっぱそこだけ皆さん入っていただいて、よろしくお願いしますよ。優しい世界作っていきましょう。はい、はい、では、チャンネル登録と、はい、グッドボタンよろしければよろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。